Red Mountain plays a blazing beer. Let's go!第1コーナー、エヴォ4が後ろにつけてる？なっ！いくらコーナーで頑張ったところで、所詮86は86だろうが。86なんか乗ってるやつはアウトオブガンチュ。頼まれたってバトルなんかしねえや。だけど車がな、今の時代には86はもうダメだ。だけど俺たちは負けることはない。峠の王者はランエボだ。勝つか負けるかなんて走ってみなきゃ分かんねえ。政治のエボ4の加速ならアンデスタートでも第一コーナーまでに前に出られるよな。政治のやつ本気でアクセル踏んでなかったな。わざと後ろにつく作戦か、シミュレーション2ってところかな。イケイケの政治にしちゃ随分と慎重だな。86相手にそこまでしなくてもな、シミュレーション1でぶっちぎれるはずだぜ。そうとは限らない。ドラテクは一流でも政治は頭が悪い。隠した相手のバトルは勝って当然なだけに油断が出る。それを引き締めるためのシミュレーション3だ。しくじるなよ政治。凌介とやる前にこんなところでのつまずきは許さないぜ。相手は WRC のラリーカーと同じだもんな。小型軽量の上にターボと 4WD。 下手なやつならともかくテクニックも一流ときてやがる。勝ち目ないよ。あ、もう池谷先輩も源氏先輩もだが、どうしてそういつもいつも悲観的なことばっかり考えてるんですか。だってよ、いつきバトルしてんのは匠なんですよ。他の誰とも違ってあの匠が走ってる時には何かが起こるんです。
気に入らねえ。ムカついて仕方ねえぜ。くそ。やぶから棒だね。訳を言ってくれないか。好きな人できた。パパのことも好きだよ。でもそれとは違う好きなの。ごめんね、勝手で。86なんかの後ろをちんたら走ってなきゃならねえんだ。すぐにケツに使えてログに踏めやしねえ。フラストレーション溜まりまくりだ。俺とエボ4の辞書には全開って言葉しかねえんだ。こんなポンコツ相手になんでシミュレーション3なんだ。そこまでするほどの相手じゃねえぜ京一。勝負を忘れねえよ政治。それにしてもこのイラつきはなんだ。ムカついて仕方ないぜ。なんで俺はここまでイラついてんだ。なあケスケ。ああ、リョウスケはなんて言ってんだ今日のバトルのことは。兄貴は別に何も。ただ見物に行くならこの場所にしろって言っただけだよ。なんだそれ、ずいぶん意味ありげじゃねえか。まあな、普通に考えたら86が勝つわけないっすけどね。今度ばっかしは相手がランゲボだもんな。チッ、偉そうに言ってんじゃねえよケンタ。お前の S14 だってな、普通に考えりゃ86よか遅いってことはねえんじゃねえのか。まあそういじめるなよケイスケ。ケンタにとって86とのバトルはいい経験になったんだからさ。まいいけどよ。エンペラーだかなんだか知らねえけど、一つだけはっきり言えることがあら、このアキナの下りで藤原拓海とやるなら。アキナのコースではこの直線が一番長い。抜こうと思えば軽々と前に出られるぜ。ストレートの遅さにじれて前に出たらダメなんだ。腐ったらや、我慢できねえ。そのパターンでみんなやられてる。兄貴さえもな。前に出たら負ける。そうだ、わかるかケンタ、この矛盾が。くぅ、行っちまえ。シミュレーションする以上なくたってよ京一。母ちゃん文句ねんだろうが母ちゃん。見てけ、格の違いを思い知るな、これからだ。このままハイテンションの全開走りかまして、バックミラーから消してやるぜ。見てろよ、86。イニシャル D。イニシャル D。もう一度考え直してくれないか。パパにとっては
夏希は生きがいみたいなものだから。夏希に彼氏ができてもパパは別に構わないんだよ。今まで通りでいてくれるなら。そうだ、なんならお小遣いをもう少し増やしてもいい。やめてパパ、そんなんじゃないよ。夏希はパパのこと好きだったから。年が離れてるだけで好きな人と付き合うのは普通のことだと思ってたよ。でもよく考えてみればそれでお小遣いもらってたんだもの。普通なわけないんだよね。そんなに好きなのか、その男のこと。だと思う。今はそういう風にしか言えないの。何？聖地のやつが八六の前に出た。突き放しにかかってる。やっぱりか。それでこそ聖地だ。あとはイケイケだ。八六なんか目じゃねえぜ。ああ、聖地のやつは顔に似合わずテクニシャンだからな。絶対に負けやしねえぜ。バカめ。聖司はランエボを早く走らせるためのコツを十分に心得ている。曲がりにくい四駆でドリフトするにはギリギリのハイスピードで進入しなければならないことも。ドリフト状態に入ったらアクセルはベタ踏みで、ステアリング操作のみでコントロールすることも。FR のようにアクセルを抜いてコントロールしようとするとかえってアンダーが出ちまう。アクセル全開が四駆の基本だ。四駆を操る上で一番難しいポイントはそこだ。生半可なテクニックじゃ到底振り回すことなんざできねえ。しかしひとたび手なずけちまえ、どんな車もかなわねえ圧倒的なハイスピードのコーナリングができる。聖司なら心配はねえはずだ。だが何なんだこの不安感は。ハイスピードで突っ込んで全開で曲がる、ポンコツ FR の低次元のカニ走りとは根本的に違うんだ。せいぜいよく見ておくんだな。もっとも見える距離にいればの話だがね。近くにいるわけねえな。遥か後ろだ。何？離れるどころか張り付いてやがる。そんなバカな、俺のドリフトについてこれるのか。想像以上にやってくれるじゃねえか。そういうことかい。ムカついてた理由はストレートでアクセルを開けられないフラストレーションなんかじゃない。本当の理由は86の後ろへついて走ってる時からうっすうす気がついていたんだ。認めたくはねえが俺の方がコーナーではわずかに遅いんだ。ここまではなんとかついていけてる。振り切れない理由はもう一つある。この辺りはアキナのコースの中でも直線が短くてパワーの差が出にくいんだ。だが見てろ、これから先のハイスピードセクションで今度こそバックミラーから消してやるぜ。
ランエボ使いのプライドにかけてぶっちぎる。ダラダラとスピードの乗るストレートのドンツキには必ずヘアピンが来る。それが峠のお約束だ。ほら来た。これから先は車の性能じゃなくドラテクで差をつけてやる。あ、早い。やっぱ早い。すげえ速い車だ。そろそろ来る頃だな。頭はランエボだ。突っ込んでくるぞ。秋名名物五連ヘアピン。まるで WRC みたいだ。86はかなり遅れてるぜ。五連ヘアピンの入り口でこんなに遅れてるのは今までのバトルの中で初めてだぞ。今度という今度は86も無理なんじゃねえのか。車が違いすぎるよ。来た。やるか、溝落とし。どうやって曲がったんだ。見たか、まさし、あれが文太の息子だよ。嘘だろ。おい、どう考えたって文太が転がしてるとしか思えねえよ。どんなにすごい走りか音だけでわかるよ。踏んでる時間が異常に長い。それもベタ踏み。18かそこらの小僧の技じゃないぜ。カエルの子はカエルだってことさ。だが、あんな走りをされたんじゃたまらんぜ。エンジンは だが、タイムロスはほとんどないはずだ。どんな車だってこの五連ヘアピンはガクッとスピード落ちる。あれだけ差をつけて86に追い上げられるようなことは何？何があったんだ？そんなバカな。86を振り切れないだぞ。俺のテクとパワーでもか。何なんだこれは。やろう、ふざけんじゃねえ。そろそろだな。どっちが前ですかね、ランエボかそれとも86か。さっきランエボが86の前なら負けるって言いましたよね、ケスケさん。ああ、先行で逃げ切れないのは俺の体験からもよく分かってる。まるで背後霊みたいに張り付いてきやがるからな。ムキになってパワー任せに逃げようとすれば今度はタイヤが垂れちまうんだ。くそ、離れねえ。ポイントになるのはタイヤの使い方だ。それを知らずに先行するやつは負ける。フロントタイヤが垂れてきやがった。
イライラするぜ。コンセントレーションが乱れてしょうがねえ。慌てることはねえ。振り切ろうと思うから焦るんだ。このまま行けば俺の勝ちだろうが。圧倒的に有利な立場にいるのは俺の方だぜ。少しぐらいコーナリングが早くたってコーナーで抜くことなんて不可能だ。ストレートでは俺の方が断然速い。これでよかったんだ。あそこで前に出たのは間違いじゃない。勝つのは俺だぜ、京一。変わらぬ君の笑顔があった。歩き疲れ立ち止まる日も小さな喜びの日もこの両手に抱えきれない愛を教えてくれた。いよいよ決着。強敵を相手に匠が決意したあることとは何か。次回 NSLD セカンドステージ燃えない勝利。 Don't miss it。